セルティック古橋京吾さん、マンチェスターシティ相手にゴール。抜け出しもパスも完璧だな。日本代表でもこれを見てみたい。相手がマンチェスターシティっていうのがすごいね。プレシーズンとはいえ完全に通用してるでしょ。プレシーズンマッチ4試合後得点って普通にヤバくね。こういうゴール決められる日本人って他にいる？やっぱり古橋のゴール好きだな。スピード感があって気持ちいい。日本代表でも古橋を活かせれば